大塩平八郎の乱。大塩平八郎の乱は、江戸時代の天保八年、1837年に、大阪、現、大阪市で大阪町奉行所の元よりき、大塩平八郎、中西とその門人らが起こした江戸幕府に対す、反乱である。大塩の乱ともいう。旗本が出兵した戦としては、官営年間に起きた、島原の乱。 1637年から1638年以来200年ぶりの合戦であった。前年の天保7年、1836年までの天保の大飢饉により各地で百姓一揆が多発していた。大阪でも米不足が起こり、大阪東町奉行の元寄り行きであり、陽明学者でもある大塩平八郎、この頃は、 養子の格之助に家督を譲って隠居していたは、奉行所に対して民衆の救援を提言したが拒否され、仕方なく自らの蔵書5万冊をすべて売却し、六百数十両になったと言われる得た資金をもって救済に当たっていた。しかし、これをも奉行所は売名行為とみなしていた。そのような施錠であるにもかかわらず、大阪町奉行の後部義助、老中、 水野忠国の実定は、大阪の宮城を帰り見ず、豪商の北風家から購入した米を新将軍、徳川家吉就任の儀式のため江戸へ改装していた。このような情勢のもと、利を求めてさらに米の買い占めを図っていた豪商に、対して平八郎らの怒りも募り、武装放棄に備えて、火災を売却し、家族を離縁した上で、大砲などの火器や崩落玉、 爆薬を整えた。一騎の際の制圧のためとして、私塾の指定に軍事訓練を施し、豪商らに対して、天中を加えるべしと自らの文化生と金号の農民に激文を回し、金一氏と交換できる試考札を大阪市中と近在の村に配布し、天まで火災が発生したなら、駆けつけるよう決起の激文で参加を呼びかけた。一方で、大阪町奉行所の不正。 役人の汚職などを訴える手紙を書き上げ、これを江戸の幕閣に送った。新人の西町奉行、堀利方が東町奉行の後部に挨拶に来る2月19日を決起の日と決め、同日に両者を爆薬で襲撃、爆死させる計画を立てた。決起直前になって、町目付、平山助次郎が離反し、2月17日夜、東町奉行、 後部義ヨに決起計画と参加者を密告した。後部は参加予定者に少なからず奉行所の役人がいることに驚き、平山を江戸の環状奉行、矢部定則への報告の使者として向かわせた。平山はランチが厚後の29日に江戸に到着し、矢部に報告したが、身柄を拘束され、取り調べを受けた。平山は翌年6月に監視人のスキキをついて自決した。 東町奉行跡部は、西町奉行堀と相談し、大塩を捕獲する準備を進めたが、大塩門邸の部下から何かの間違いで自分が真意を確かめてくるので待っていてほしいと懇願されて、捕獲は延期された。しかし、19日早朝に相次いで数名の大塩の門弟決起参加者が、東町奉行所に激文を持参して、決起計画を通報してきた。 大塩の決起が本当であると確信した堀は、大塩門弟で、決起参加者の奉行所よりき、瀬田済之助、小泉炎次郎が泊り番として奉行所にいたことから2名を捕獲しようとした。しかし両名は逃亡を図り、小泉は残殺されたが瀬田は大塩邸に逃げ込む。計画は奉行所に察知されたことを知った大塩は、計画を変更し2月19日、3月25日の、 朝、自らの屋敷に火をかけ決起した。堀から報告を受けた大阪城代、土井リー、小賀藩主は、大塩のおじで、養子、角之助の実刑であるよりき、大西ヨゴロに使者を送り、王中に腹を切る、よう説得しろ。それに応じないなら差し違えろ。と命じた。しかしヨゴは病気療養中であったので、養子の禅の心が代わりに、大塩邸に向かった。ところが、 すでに、大塩は決起しておに急ぎ戻ってヨごろうと相談し、無本人の親族では、都賀があると西宮まで逃げたが、刀を捨て身をやつして、大阪に戻ったところを捕獲された。後にヨごろうは、遠藤、吉行新は、中追放になった。天馬橋、現大阪市北区の大塩邸を立った、大塩一頭は、南馬橋を渡り、北船場で、三井五福天や、河野池屋などの豪商を襲い、 金号の農民と引っ張り込まれた大阪町民とで、総勢300人ほどの勢力となった。彼らは、旧民の旗を掲げて、船場の合商家に、大砲や火屋を放ったが、いたずらに火災、大塩を焼けが大きくなるばかりであった。大塩勢と奉行所の部隊は内平野町で、衝突したが、たちまち奉行所側に蹴散らされて死産した。ついで、淡路町近辺でも、両政が衝突したが、 大塩勢は壊滅し、決起はわずか半日で鎮圧された。大塩勢の戦死者は3名、巻き込まれて死亡した者15名に対支部業所側は、負傷者すらいなかった。城代は、在犯大名家や近隣各藩に出陣を要請し、市内や郊外において大掛かりな検問に行った。大塩やけは20日には沈下したが被害状況は、浮世のありさまなどの資料によれば、 天満を中心とした大阪市中の5分の1が消失し、当時の大阪の人口約36万人の5分の1にあたる7万人程度が焼け出れ、消死者は少なくとも270人以上であり、その後のが死者や病死者を含めるとそれ以上だと言われている。大塩は、養子、角之助と共におよそ40日余り、大阪近郊各所に潜伏した。せめて先に、 江戸に送った、県議書が、幕府に届くことを期待したのである。だが、県議書は、江戸に届いたものの、大阪町奉行所が発した差し戻し命令のため、発送先に届けられず、大阪へと差し戻しの途中、箱根の席で発見され、押収されてしまう。失意のまま大阪に舞い戻った大塩は、以前から、大塩家に出入りしていた、商人美、吉や五郎兵衛の店、 現にしくウツ油掛け町付近に押し掛けかくまわれたが、当家の女中が帰京した折、ゴロベ夫妻が神棚へ、お供えとして二名分の食事を用意するが、すべて食べられた状態で下げられるのは不思議だと、漏らしたのを聞きとがめた村役人が領主である、大阪城代、土入りくらいの陣屋に通報して露見した。三月十七日早朝、土井とその家老、高見船籍らの率いる探索方に、 潜伏先を包囲された末、火薬を使って火を放ち実決した。遺体は、顔の判別も、不可能な状態であったと伝わる。大塩と格野心の死体は、牢獄が消失していたため高原ダメに送られて、塩漬けにされた。逃亡した他の決起参加者もことごとく捕獲されるか自決し、高原ダメに護送された。交流環境は過酷を極め、処分決定時まで生きていた決起首謀者は、 門邸で同心であった竹上万太郎だけであった。死亡した決起参加者の遺体は塩漬けにされ保存された。重大事件であり参加者も多かったことから大阪町奉行所で審問、調書作成を行った者を江戸に上申しやり取りするなど手間がかかり、処分は事件発生翌年の天保9年8月にようやく決定した。主なものの処分だけで、 大塩以下18名の塩漬け死体と、竹上万太郎の合計19名が、引き回しの後、日田け城で、貼り付け、美容師やゴロベ以下11名が、引き回しの上打ち首極門、3名が、死罪、大塩の近親者ら4名が、遠藤、3名が中追放となった。また、城代ドイリは、美濃国金貞の刀を、将軍から配慮するなど、 鎮圧に功があった者への報奨も同時に発表された。大塩の挙兵は反日で鎮圧され失敗に終わったが、幕府の元役人だった大塩が大阪という重要な直轄地で反乱を起こしたことは、幕府、諸藩の要人たちに、そして幕政に不満を持つ民衆たちに大きな衝撃を与えた。大塩の発した激文は幕府に反感を持つ庶民の手で、 取締りをかいくぐって、筆者により、全国に伝えられ、越後国では、国学者の幾多万が、柏崎の大干渉を襲撃する乱、幾多万の乱を起こしている。さらにその劇文は寺小屋の習字の手本に、されたほどだった。この事件を境に、戦術の幾多万の乱をはじめ全国で、同様の乱が頻発し、その首謀者たちは、大塩門邸、大塩残党などと称した。 また、最後の状況から、大塩はまだ生きている、海外に逃亡したという風説が流れた。身の危険を案じた、大阪町奉行が、市中巡殺を中止したり、また同年アメリカのモリソン号が、日本沿岸に侵入していたことと絡めて、大塩と黒船が江戸を襲撃するという説まで出た。これに、大塩一頭の遺体の卓形を未だ言っていなかったことが噂に、拍車をかけた。 幕府としても、ハントが元役人で没死でもあり、遺体の状況をも鑑みた上での承知であったと考えられるが、そのため余計に生存説が拡大してしまった。仕方なく幕府は、事件1年後に貼り付けを行うが、それは、塩漬けにされて、人相も明らかでない遺体が十数体貼り付けにされる、という異様な光景で、保存技術も進んでいなかったため当然、 大塩本人の遺体の診断判断などできるわけもなく、さらに生存説に白車をかけることとなった。また、大阪が都に近いということで、2月25日に京都諸子大松平新順から広角条項及び任公天皇に対して事件の報告が行われ、伊後王子をの死亡まで、たびたび捜索の状況が幕府から朝廷に報告され、一方、 朝廷からは諸者に対して、豊作祈願の祈祷が命じられ、また、朝廷の命により、幕府がその費用を捻出している。尊悟一件などで、大政委任を盾に朝廷に対して、強硬な姿勢を示していた幕府が、朝の命令をそのまま認めたことは、幕府の権威が下がり、朝廷の権威が上昇していく兆しと見ることができる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。